カズポン始まんで。はーい。はい。弁護士ゲイカップルの今日何喋ろう。紅白ミュージシャン木山優作さんとコラボ動画を作成した。が去った天気予報士がテレビで言ってた。それでも未だに街は落ち着かないような気がして、チャイムが今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて、最後の南和幸です。吉田正文です。今日からねお試しで YouTube ですが、はい、やってみます。あの木山さんのお連れ合いさんがお友達 でコラボしませんかみたいな話がですね、こうハハハッと湧いてきて、やることになりました。木山さんでしょ、木山優作さんですよ。紅白歌手だからどうしようとかで、もういいんですかと思って、最初は僕の趣味でね、なんかもう変な曲とかをさ、言ったんやけど、ちょっとと思ってた時に、フジファブリックの若者のすべてをたまたまテレビで聞いて、すごいなんていい曲なんだろうと思って、一緒にできたらなと思って言ったら、なんか木山さんの家でね、子供さんが結構なんか歌ってるとかで、木山さんもいい曲だねって思ってたっていうことで、あのね、簡単にできると思ってたんですけど、難しくて、やっぱりライブとかで一緒にやると、こう目を見合わせたり、その場でこう、テンポとか調整つくから合うんだけど、後で歌乗せるって分かって先ピアノを取ったんですけど、だからこう、右耳でね、メトロノームをずっと聞きながら、テンポを絶対狂わないように弾くんですよ。盛り上がってくるから、こうバーッと速くなりたくなったりするんだけど、多分歌いにくくなるかなと思うと、もうできるだけジャスト、ジャスト、ジャストで、なるほど。かといってね、単調になってもダメでしょ。完成形がわからない中でピアノ弾くって結構緊張。いや、すごくなかった。すごかったね。だって本物、あのね、歌いましたって送ってきてくださったら、あれ？ピアノなんか上手くなってるって、そんなことないんですけど、曲の盛り上がりがちゃんと歌の中に入る。で、それにつられてね、ピアノがすごい上手く盛り上がってるように聞こえるんですよ。この動画を、フルスケールで見たい人は木山優作さんの YouTube チャンネル、木山優作のマジ歌チャンネル、弁護士ゲイカップルの今日は何喋ろう、フィルムゼロをお届けしました。まあ、僕たちの日常を紹介するような番組をこれから撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。変わるかな、同じ空